なぜなの。干され恐れかっけえと思ってるから。卒業されたら困るから。おされに魅力がないんでないの。おされの後藤楽楽もあまり人気ないみたいね。ブス祭り上げて越に入るのが楽しいらしい。確かに不思議なグループだよな。天の弱なんだよな。努力が報われる世界であってほしいから。伝統的にオサレの方がブスだから。湯浅がポンコツなんだろ。最近で言えば後藤ララより小畑の島の方が人気だし。オサレてもメディア露出増えるわけではないから結局劇場頑張ってる方が人気出る。オサレるメンバーはほっといても運営が押してくれる。なら俺たちスケファンは努力しても光の当たらない日陰のメンバーを押してやろう。たまりな以外は全員干されみたいなもんだろ。十にそれはない。劇場で頑張ってるのは人気ない干され通過暇なやつしか劇場で頑張れない。俺が育てたっていう自己満その集大成が総選挙。運営の思うつぼだな。両破綻がかわいそうだぜ。でこの全研究生公演見たけど末永とかいうのが注意。偏屈で視野の狭いスケオタが好みそうな感じ。予言しておいてやるわ。 W 松井たまりなとその他大勢って感じだけどな。圧倒的押されとそうでない者たちよ。純粋に人気だけで選抜を決めない謎選抜をするヒゲイカ運営に対する抗議。世間から相手にされない金持ってるジジイオタの集まりだから。19で見るなよ事情通。お前の予言なんて勝ちないだろうよ。 A の運営は割とオタの意見汲み取って運営として推したいことオタ人気のことバランス取ってると思うけどな。ていうか数字にうるさいミソオタオナ。最初にシンナさんを押し上げたのがきっかけなのかもしれないな。反運営の意思を示すために押されてない面をランクインさせるっていう。ウハは5枠だし楽楽も2枠だから別に不当な押されでもない。なくなってるけどなさすがに、松井、須田、柴田の3フロントなんて見たくない。報われない子を押し上げたいって気持ちはすごく強いグループだろうな。握手はそう変わらず押されが人気だけど。19本スレでは多分すでに一番人気少し前まで言うなな。かける押されが人気出る例運営の押され面がセレクトミス。大体は運営良しと人気は比例してるけど数人押す時期とやり方が下手。過去劇押されだった木本、古畑、北川がいまいち跳ねないんだよな。31カノンは落ちていってるけど縄ちゃんはぴょんぴょん握手で売り出されてから着実に自力つけて上がってきてるし両派も劇場公演。ドラマの主演もらえるとか、バラエティにねじ込んでもらえるとかそういうのないもんね。スケって押されも干されも仕事がない。県民性ですかね。一期折り面なので、それなりにみんな押され。二期一高柳明夫と、選抜。